はい、皆さんどうもこんにちは。ぶどうです。ペーパーマリオ RPG 続きをやっていきたいと思います。確か先生を探せという、あれ、ストップ、来ちゃダメ。何、どうした。さっき誰かがぶつかった時にコンタクトレンズを落としちゃった。コンタクトレンズ、髪が絶対動いちゃダメだからね。あ、踏んだね、コンタクトレンズ。いや、これ詐欺じゃね。詐欺詐欺、うわ、詐欺だろお前。え、あんたが代わりのコンタクトレンズを買ってくるまで西のエリアに行く道を通らせないんだから。あ、だる。うわ。あ、演出面白い。うほー、わー。誰もいないな。マフィアと盗賊団の抗争が激しくなっているようだ。せいぜい巻き込まれないように。ファイヤーフラワーがある。あ、これアイテム屋さん、これ。いらっしゃいませ。キノキノブラザーズの店へようこそ。え、コンタクトレンズ欲しいのですか。こんな近くにあるならさ、買いに行けばいいじゃん、あの子。落としたやつなんて拾ってつけたくないだろ。そんなもんなんですかね。いや、俺コンタクトレンズしたことないんでわかんないんですけど。今、え、ちょっと待って。全然話聞いてなかった。ショップポイントはお客様が買い物をするために1ポイントずつ貯まっていきます。ポイントが貯まるとプレゼントを差し上げます。中には珍しいものもありますよ。プレゼントの内容は、お店の中に貼り出していますので、そちらを見てください。以上がショップポイントの説明ですが、はい。FP ってなんだ？あっち行け、しっし。面白。まあ、アイテムはとりあえず後にしよう。これメニューとか。あ、出た出た。レベル1。駆け出しスター。フラワーポイントで何？技 PP ってことか。これ元気のかけらじゃね？ポケモンの元気のかけらに似てませんか？これ似てるぞ。え、宿屋に行きたい。ここかな。あの頃は深く考えもせず爆発ばかりしていたのさ。へえ。なんだよ。花火をあげろ、ボンボン。睨みを利かす赤い宝石。なになに、これ？これはドクロジュエルだよ。我が家に伝わる幸運のお守りだ。あんまり幸運そうに見えないんだけどな。カウンターの中に入っちゃったけど。あ、宿屋に行きたい、宿屋。ふうふう。置いてっちゃったけどいいのかな。雨漏りしてるじゃん。5コインですが、泊まっていきますか。泊まります。うわ。すげえな。あ、さっきの人だ。なんだっけ。あ、まあいいや。セーブしましょう。で、先生はどこにいるんだ。絶対
Z を押すと今のあんたの HP なんかを確認できるぜ。もし HP が少なくなっているようなら宿屋で除去するので、HP を回復させることだな。とりあえず右に行ってみよう。あ、行った。おっと、ごめんよ。スリか。あ、やっぱり。はぁ、うわ、うえ、マジかよ。なにこれ。あ、こいつじゃね。え、こんなやつはさっき盗んでいきましたよね。なんだ、怖えな、ここ。あ、じゃあ話しかけたい。僕、カラガリさん。薄暗いところが大好きなの。カラガリさん。あ、いける？あ、なになになに、なんか見えた、今。そいつがお前さんを襲ってこないとも限らないからな。限らんからな。長生きしたけりゃ気をつけるこった。へえ。なんだこれ。パワーアップしたいときは、テーブル越しに話しかけるので R。ここは神秘のスーパー魔法使い、デアールの館、デアール。社員を3つで、お主の仲間をパワーアップしているので、デアール。社員って何？社員が足りないので、デアール。出直してくるので、デアール。社員って何ぞ？わかんないことだらけですね。あ、いた！あ、フランクリ先生ですね。うん、誰だ、わしを呼ぶのは。確か君は、いや、見覚えがあるぞ、その顔は。待ちたまえ、待ちたまえ、言わずとも名前を当ててみせるぞ。栗まんじゅうではなくて、栗きんとんでもなく、思い出したぞ。クリスティーヌ君だな。1年前、わしの考古学の授業を受けていた。はい、3年生のクリスティーヌです。もちろん覚えておるとも、わしは物覚えが良い方でな。いやいや、君は実に優秀な生徒だった。そして君の後ろにおる男だが、確か。ワッフーじゃねえし。マリオですよ、マリオ。あの有名な。いやー、すまんすまん。研究ばかりしておるから、世の中のことにはトントン解くとの。ところで、そんな君たちが一体何の用でこんなところに来たのかね。このゴロツキタウンにあるという伝説の宝について教えてほしいんです。フランクリ先生なら何か知ってると思って。おお、もちろん、おお、もちろん知っているとも。わしがゴロツキタウンに来たのも、それを研究するためだからの。しかし、君はなぜ伝説の宝について知りたいのかね。ただのおとぎ話だと言われておるのは知っておるだろう。伝説の中の真実を見つけ出すのが考古学者の使命だと思っています。かっこいいな、クリスチーヌ。なかなか良い答えだ。ならば、わしもできる限り君に協力しよう。まず伝説の宝についてだが、実は謎が多いのだよ。使い切れないほどの財宝とも言われておるし、またある本には魔法のアイテムだとかも書かれておる。はたまた宝の正体は怪物だとか、いやいや、宝の箱は空っぽだとか。要するにどれもこれもバラバラで、どの情報が正しいのか全く見当がつかんのだよ。しかし、伝説の宝を入手する方法は分かっておるぞ。スターストーンだ。7つのスターストーンを集めると宝へ繋がる千年の扉が開かれる。と言い伝えられているあのスターストーンですか？そうだ、言い伝えの通り、伝説の宝を手に入れるためには、まず7つのスターストーンを集めなければならんのだ。魔法の地図を持つ者は、千年の扉の前でそれを掲げるべし。さすれば星の導き、星の石のありかを照らすであろう。
宝にまつわる 文献によると、魔法の地図を伝説に出てくる扉に掲げればスターストーンの在りかが示されるってことですよね。その通り。そしてその千年の扉はこの町の地下にあるはずだ。だが肝心な魔法の地図がないのだよ。それさえあれば。それがあるんです、先生。実はこのマリオが魔法の地図を持ってるんですよ。なにー、ほー、本当か。君ちょっと見せてくれんかね。だからそんな軽々しく見せていいのかな。絶対誰か狙われるぞ。素晴らしいぞ君、グレート、ワンダフル、エクセレント。これがあれば、これを伝説に出てくる扉の前に掲げればスターストーンの在りかが分かるはずだ。はい先生。そうと分かればこうしちゃおれん。クリスティーヌ君、マリオ君、ダッシュだダッシュ。早速この魔法の地図を持って伝説の扉へ向かうぞ。どこにあるんだそれ。あれ、ついてきた。うわ、ついてきた。スカーン先生ついてくんの。実はここのところが外せるようになっておっての。うわ、一度外したらもうあれじゃん。この土管を使えば町の地下に行けるのだよ。さあさあ早く行きたまえ。マジか。この右には行けないのかな。おうおう、よそもだなおめえ。ここから先は スネイル親分の縄張りだぜ。通りだければ10コイン発し、払わない。今多分やっつけられる力がないと思うんですよ。そうだマリオ君、この先には柄の悪い奴らが結構いるからな。心していかねばならん。君たちはアクションコマンドを知っておるかね。知りません。マリオ君の相手をしなさい。わかりました。頑張ります。チュートリアルか。まずはジャンプのアクションコマンドを練習するとしよう。ジャンプのコマンドを選んでから攻撃する相手を決めなさい。あれ？あ、これ避けれる、まさか。え、相手の攻撃を受ける瞬間ね。あ、かわせるんだ。ガードコ、アクションコマンド。へえ、いいこと聞いた。あ、ハンマーね。うん。すごいテクニック。 B を押すんだ。 B、 あ、反撃できる、カウンターできる。はあ、あ、まあ、あ、でとりあえず練習しよう。ジャンプ、あれ遅かった。あ、じゃ待って、ごめんなさい。こういうところはね、あ、ちょっと待って。ああ、はいはい。あれ、いや、もういいです。もうよかです。はい、どうもありがとう。これで準備はバッチリだわ。では地下へ向かうとしよう。おお、わ、すごい。へえ、あ、え、なんだ、先生もついてくんのかよ。かーん先生は何もしないんでしょ。だってなんか誰かいるよ。
誰だ君は。ああ、よく来ましたね、マリオ。私は美しき占い師、ミステールと申す者。あなたが求める探し物を華麗に占い見つけることが私の高貴な務め。きらめく星の輝きが、その者のありかを照らすでしょう。ああ。あ、間違えた。いや、いい、よかよか。いや、もうよかって、もう。いや、A ボタン連打しちゃダメだな。すいません。ごめんなさい。いや、もうよかって。クリボーの三人組を倒しなさい。はぁ。いや、もういいです。ごめんなさい。ボス戦があるってことですかね。なんかリフトがあるよ。あ？ヨーヨー兄ちゃん、かわいい姉ちゃんを連れてるじゃねえか。わっ、姉ちゃん姉ちゃん、俺たちと遊ばねえか、かわいがってやるからよ。クリボーに羽が生えてるのってなんて言うのかな。こんなかわいい姉ちゃん、お前のひげ親父には似合わねえぜ。かわいいだなんて正直な人たちね。でもあなたたちみたいなタイプ、私大っ嫌いなの。さっさとどいてくれないかしら。ムキー。こっちが下手に出ていれば突き上がりやがって。こうならちょっと痛い目に合わせてやるぜ。戦闘だ。え、クリボーにトゲクリボー、おまけにパタクリボー。へぇ。あ、ジャンプできないってことね。あー、なるほどね。はい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 。そうそう、忘れておった。 Y で君たちが攻撃する順番を変えられるぞ。クリスティーヌ君が先に攻撃することもできるのだ。よく覚えておきなさい。ジャンプでいいかな、最初は。多分普通のクリボーはジャンプでいきましょう。あ、できた。あ、終わり。あ、クリスティーヌ君はあれか、技頭突き。あ、頭突きって、こう、こっちだよな。あ、失敗したっぽいな。ああ、あ、あ、痛い。痛い。ちょっと待って。あ、待った、待った。ね、ハンマーで。おお。もう一回頭突きいくか。ひるめ。おお、いいね、いいね。まあ、ひるみの効果ないんですけどね。ひー。いや、なんかごめんな。ふん、いい君。良いかね、マリオくん。この先にもああいう奴らがいっぱいおって、君たちを見つけおったら襲ってくるじゃろう。その時、フィールドにいる敵をジャンプやハンマーでうまく攻撃できれば、バトルに入った時に先制攻撃ができる。へぇ。なるほど。あ、ちょっとですね、時間もちょうどいいので、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。さようなら。